おはよう。今日の授業は重要ですぞ。何と言いましても林道色の炎に関係してますからな。まずはインセンディオの呪文をマスターしてくだされ。壁に穴が開いてますから、そこをくぐってインセンディオの呪文に挑戦してもらいます。ポッター君、もそっとこちらへ来てください。インセンディオの呪文の本は穴の反対側にあります。それを取ればインセンディオの呪文が使えるようになりますよ。手に入れたら戻ってきてください。いいかな、ポッター君。はい、先生。よろしい。では行きましょうか。
ここにいたのか。まさかレイブンクロートの試合を忘れたわけじゃないよな。競技場で待ってるから来てくれ。Here's 10 Australian dollars for the quality drinking game. ゴーゲームが期待される今日の対戦、レイブンクロー対グリフィンドール戦です。選手にはありがたくないことですが、競技場に罠が仕掛けられたという噂もあります。このままやられっぱなしでは医務室行きになります。グリフィンドールのパス、ポッター、フラッチャーにやられた。かなり激しい当たりだ。グリフィンドールのナイスセーブ、ナイスキャッチだ。レイブンクロー、レイブンクロー見事なパス。フラッチャーがレイブンクローのシーカーを襲う。レイブンクローのシーカーがリード、レイブンクローに得点。ナイスキャッチだ。グリフィンドール、ハリー・ポッター、いい調子だ。ポッターに強烈な一撃。レイブンクローのシーカーがリード、誰もポッターを捕まえられません。グリフィンドールのナイスセーブ、ナイスキャッチだ。レイブンクロー、フラッチャーがレイブンクローのシーカーを襲う。かなり激しい当たりだ。今のセーブはどうだ。ジョンソン、見事なキャッチです。グリフィンドールのナイスセーブ、グリフィンドールに得点。フラッチャーがレイブンクローのシーカーを襲う。レイブンクローのチェイサーに強烈な一撃だ。レイブンクローのゴール、グリフィンドールのナイスセーブ。レイブンクローのチェイサーに強烈な一撃だ。ミネット、鮮やかなキャッチ。両プレイヤーが衝突、骨が折れたかも。ジョンソンがクワッフルを取った。グリフィンドールのナイスセーブ、グリフィンドールの勝利です。こんな試合じゃレイブンクローは反省すべきです。圧勝だよ。君はどうか知らないけど、僕は応援しすぎて疲れちゃった。もう寝るよ。
グリフィンドール。ハッフルパフ。レイブンクロー。スリザリ。ねえハリー、これなんだろう。寮に戻ろうとしたらトイレから嘆きのマートルの声がしてたんだ。誰かがこれをトイレに流そうとしたらしい。彼女興奮してたぜ。危ないよ、パパが時々危険な本があると言ってた。見ないと中身はわからないよ。日記帳みたいだ。T.M. リドルと書かれてる。待てよ、この名前はT.M. リドル。確か50年前特別功労賞をもらった生徒だ。処罰でフィルチに50回以上もこいつの盾を磨かされたんだ。彼のことは知らないけど何も書いてないよ。真っ白だ。誰かがこれをトイレに流そうとしたんだろう。なぜだ。ハリーは同室の誰よりも先にベッドに入った。リドルの日記をもう一度調べるためだ。天蓋付きベッドに座り、真っ白なページをめくってみた。すると、こんにちは、ハリーポッター。僕はトム・リドルです。ホグワーツで恐ろしいことが起きています。秘密の部屋についてご存知ですか？知っています。僕が5年生の時です。秘密の部屋が開けられ、少女が怪物の犠牲になりました。部屋を開けた人物は捕らえられ、追放されました。よろしければ、その思い出にお連れできますが、ご覧になりますか？オーケー。その思い出の中でハリーは放心状態だった。いやあハグリッド、ここで何してる。トム、観念しろ。君が悪いことをしたとは思わないが、怪物はペットじゃないんだ。何もしてねえよ。さあ、少なくとも学校が少女を襲ったやつを始末してくれる。こいつじゃねえ、できるはずねえ。やめろ。わかったんだ。50年前に秘密の部屋を開いたのはハグリッドだ。ハーマイオニーに知らせて、僕はハグリッドに会う。状況は良くないぞ、ハグリッド。それもすこぶる良くない。もう始末に終えんほどだ。理事会の長として、私は君を連行せねばならないようだな。俺を連行？どこへ？まさか魔法使いの牢獄、アズカバンじゃ。残念だな。かわいそうだが、ダンブルドア。どうやら君がホグワーツの校長の座を退くと踏み切ったようだ。
理事たちが退陣を求めるならルシウス、わしは退くことに異論はないぞ。ダメだ。ただしわしがここを本当に離れるのは、わしに忠実な者がここに一人もいなくなった時だけじゃ。覚えておくのだ、ホグワーツでは助けを求める者には必ずそれが与えられる。誰かが何かを見つけようとするなら、クモの後を追っかけていけば間違いねえ。いいか、クモだ。案内してくれる。そうすればちゃんと糸口がわかる。覚えておけ。さあ行くぞ、ハグリッド。アズカバンの監視をこれ以上待たせるわけにはいかん。そうだろ。わかった、今行くよ。ハグリッドか。違います、ハグリッドの友達です。ハグリッドがここに人をよこしたことは一度もないぞ。ハグリッドが大変です、それで来ました。大変だと？みんなはハグリッドが何者かに生徒を襲わせたと思っています。彼はアズカバンへ。しかしそれは昔の話だ。みんながわしのことを秘密の部屋に住む怪物だと信じ込んでしまったのだ。ハグリッドが部屋を開けてわしを自由にしたのだと思ったからだ。そのことでハグリッドは退学させられた。秘密の部屋から出てきたのはあなたでは？違う、わしは遠いところから来てハグリッドが面倒を見てくれた。50年前に女の子の亡骸は確かトイレで発見された。わしは自分の育った物置の中以外、城の他の場所は見たことなどないのだ。あなたじゃないとすると一体何が少女？わしはその話はしないぞ。僕は帰ります。帰る？それはなるまい。でも新鮮な肉を子供たちにお預けにすることはできまい。
をつけろだって？ハグリッドめ、危うく死ぬところじゃないか。ハグリッドが秘密の部屋を開けなかったことは分かった。無実だったんだ。待てよ、女の子は確か、ロン、アラゴグはトイレで見つかったと言ってた。もしその子がトイレを離れずそこにまだいるとしたら、もしかして嘆きのマートル？十分考えられないか。そうだ、今の騒ぎで忘れてた。誰かが寮に入って日記を盗んだんだ。え？ハーマイオニーを探しに行ったけど見つからなくて、寮に戻ってみたら日記がなくなってた。そんな。残念だけど。でもグリフィンドール星以外は合言葉を知らないから盗めないはずだ。そうだね。とにかく僕はもう寝るよ。おやすみ。おやすみ。助けてくれてありがとう。親友だからね、当然さ。グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリン。あ、寝過ごした。クイディッチの試合が。Thank you.
にとって因縁の対決と言えるでしょう。最高のラインアップで試合に臨む両チーム、もっともスリザリンの選手一人を除いてですが、キュシーがクワッフルを取った。今のブラちゃんはかわせたのでは。ジョンソン、今のタックルでダメージ。グリント、今のタックルは相当なダメージでしょう。ナイスセーブ。ミネットに強烈なタックル。ポジションが悪かった。グリフィンドールがリード。スリザリンのチェイサーに激しいタックル。ポッターがリードを奪う。ケイティベル、今の当たりは強烈。グリフィンドールのゴール。激しいタックルで両者ともローキからを落ちそうでした。スリザリンのゴール。激しいタックルでベル、ローキから落ちそうでした。いた、今のタックルでピュシーフラフラです。ナイスセーブ。エイドリアン・ピュシーへ強烈な一撃。グリフィンドールのナイスセーブ。激しいタックルで両者ともローキから落ちそうでした。スリザリンのチェイサーに激しいタックル。かなり激しい上がりだ。スリザリンが追いついた。マルフォイが突進。ナイスキャッチだ、グリフィンドール。スリザリンのチェイサーに激しいタックル。激しいタックルで両者ともホーキから落ちそうでした。ふぅー、キュシーへの強烈なタックル。ナイスセーブ。グリフィンドールのナイスセーブ。マルフォイ、ブラッチャーにやられた。ポッターの華麗な飛行テク。かなり激しい当たりだ。マルフォイがリード。ナイスセーブ。今日のスピネットは好調のようですね。かなり激しい当たりだ。グリフィンドールのパス、いた、今のタックルでピュシーフラフラです。ジョンソンへの強烈なタックル。うおー、ピュシーよく取りました。ポッターがリードを奪う。マルフォイがリード。グリフィンドールのナイスセーブ。ジョンソン、今のタックルでダメージ。マルフォイがリードを奪う。ポッターが突進。クワッフルが渡った。ミネットに強烈なタックル。ポジションが悪かった。おお、ブリントが取ったぞ。ハリーポッター、いい調子だ。両プレイヤーが衝突。骨が折れたかも。ナイスセーブ。ナイスキャッチだ、グリフィンドール。ブリント、今のタックルは相当なダメージでしょう。グリフィンドールのナイスセーブ。うぅー、キュシーへの強烈なタックル。ナイスキャッチだ、グリフィンドール。前に出た。ハリーポッター鮮やかに舞っている。グリフィンドールのナイスセーブ。ピネット、鮮やかなキャッチ。グリフィンドールがリード。グリフィンドールの勝利です。こんな試合じゃスリザリンは反省すべきです。大いなる喜びとともにクイディッチ杯を授けようではないか、グリフィンドールに。最高だったよ。ハーマイオニーが見てなかったのが残念だけど。え、彼女は見てなかったの？見てない。今朝図書館に行ったきりだ。多分本の間に頭でも突っ込んでるんじゃないかな。とにかく疲れちゃった。もう寝るよ。グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリン。
どこにいたの、オロン？マクゴナガル先生のところさ。ああ、それから医務室にも。ジニーが行方不明だって先生が言うんだ。どこにも見つからないって。ハーマイオニーは、もっと悪いことに、襲われて、石にされたんだ。え？ほとんど首なし肉と同じさ。マートルのトイレの外で板みたいになってた。先生はジニーを探すのにいろいろやったけどダメだったって。それでハーマイオニーを見に医務室に行ったら、手の中に紙切れが図書館の本から破り取ったみたいだ。きっと襲われる前に破り取ったに違いないな。何が書いてあった？バジリスクのことさ。巨大な蛇で何百年も生きながらえるらしい。人睨みで人間の命を奪ってしまうらしいんだ。他には何か？ああ、そいつは蜘蛛の天敵で、蜘蛛は奴が来る前に逃げ出すって。ああ、それからハーマイオニーがパイプって書き残してた。パイプ？パイプ、ただそれだけだ。ロン、分かったぞ。秘密の部屋の怪物はバジリスク、巨大な毒蛇だ。だから僕があちこちでその声を聞いたんだ。他の人に聞こえなかったのは、僕には蛇語がわかるからなんだ。ハリー、ジニーはその巨大毒蛇と一緒に秘密の部屋にいるんじゃないかな。マクゴナガルは城中を探したって言うけど、秘密の部屋の場所は誰も知らないんだ。ジニーを見つけなきゃ。わかったけど、バジリスクはどうやって城の中を動き回ってたんだ？すごい大蛇だし、誰にも見つからないはずは。パイプだ、パイプだよ。配管を使ってたんだ。僕には壁の中から声が聞こえた。秘密の部屋への入り口だ。もしトイレの中だったら、もし嘆きのマートルのトイレ。オッケー。これからどうする？監督生がジニーを探し回ってるだろうし。僕が先に行く。後で3階の嘆きのマートルのトイレで会おう。あら、ハリーポッター、あんただったの。今度は何のよ。君が襲われた話を。とても怖かったわ。まさにここだったわ。オリーブホーンビーが私のメガネのことをからかったものだから、隠れて泣いてたの。すると誰かが入ってきたわ。男子でよくわからない外国語を喋ってたみたい。だから私、出て行け、男子トイレ。私が覚えていることといえば、大きな目玉だけ。それは正確にはどこで見たの？あのあたり、手洗い台のとこ。ハリー、何か言って。何かヘビ語で。でも早く。ハリー、分かった、開け。ヘビ語で。ここから降りるんだ。学校の何キロも下の方だ。ジニー！起きないよ。トム、トムリドル？まだ大丈夫だ、かろうじてだけど。トム、助けてくれないか？バジリスクはここにいるんだ。ここから出ないと今にも出てくるかもしれない。呼ばれるまで奴は来ないさ。ジニーがこんな風になった理由を知ってるかい？それはあの日記を使ったからだ。何ヶ月もかけて僕は強くなった。ジニーの恐れを餌食に強くなり、力が満ちた時、僕の魂をジニーに注ぎ込んだ。どういうこと？
ジニーが秘密の部屋を開けた。脅迫の文字もスリザリンの蛇や汚れた血、ニックのこともジニーの仕業だ。まさか。そのまさかさ、ジニーに君のことを聞いて君を信用させるために間抜けなハグリッドを捕まえた場面を見せた。彼をはめたんだな。そうさ。なあハリーポッター、お前は不正室の偉大な魔法使いをどうやって破った？なぜ気にする？まだ気づかないのか？私が最強の魔法使い、そうだ、ボルデモート卿だ。君をがっかりさせて悪いけど、世界一偉大な魔法使いはアルバス・ダンブルドアだ。ダンブルドアは僕の思惑のままにこの城から追放された。それほど遠くに行ってはいないぞ。まあいいハリー、サラザール・スリザリンの継承者ボルデモート卿の力と有名なハリー・ポッター、ではお手合わせをお願いしようか。やるんだ。わかるだろう。やれ。ゴドリック・グリフィンドールの剣だ。
ねえハリー、打ち明けたかった。私がやったの。でもリドルが乗り移って私にやらせたのよ。もう大丈夫、全て終わった。さあジニー、早くここを出よう。でもがっかりね。今回の騒ぎでマクゴナガル先生が期末試験をキャンセルしたわ。復習できるので楽しみにしてたのに。見ての通りハーマイオニーは完全に治ったようだ。それより両隊後輩の表彰がもうすぐ始まるって知ってた？大広場で発表があるわ。ああ、スリザリンより得点が取れてればいいんだけど、2年連続で僕らが取ればマルフォイめがっかりするだろうからな。さあハリー、準備ができたら行きましょう。何かと波乱の多かった一年がまさに終わろうとしておる、このホグワーツで。さて、本校に対する大いなる功績を称え、今年の寮隊後輩は最も多くの得点を獲得した寮に進呈する。グリフィンドールに。ハリーは一部始終を語った。聞き手は見入られたように聞き入った。自分が姿なき声を聞いたこと。